どうもピヨキングです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、トロールレベルキルミーベイビーということで、私を殺して赤ちゃんということでしょうか。で、聞く話によるとですね、この方のコースめちゃくちゃクオリティが高いそうなんですよ。まだめっちゃ鬼畜っぽいんで収録しようか悩んでます。もう収録してるんですけど。いや本当にこの方のコースってむずいからさ。そして見てください、最速タイム11分もかかってるでしょう。ということはかなり長い戦いになりそうですね。でもそんなことで臆してちゃトロールキングとは言えません。このピヨキング、一度やると決めたことは最後までやり通す男です。というわけで早速やっていきましょう。クリア率は 0.7%。 で、本人様からですね、コース ID は隠してくださいって言われたんで、今回このコースのコース ID 隠させていただきます。さあ始めていきますか。久しぶりですね、この方のコース。以前もコース ID 隠させてもらったと思うんですけど、実は10コインが正解じゃなかったね。開幕クリマンジュー。まあこんなんじゃ絶叫なんてしてられないね。見ててよ、今日一回も絶叫しないで攻略してみたいと思います。なるほど、上に鉄球が出てきたからこの上の五感に入っていけと。そんなまだ僕には引っかかりませんよ。カロンの甲羅にはステルス能力というものがあるんですよ。じゃあ一旦ここは叩いて、すぐここに何か出てくると思ったらバネー。絶対ここアイテムが出てくると思った。あの右のキノコを取れっていうことかな。なるほど、このキノコを取ればいいの。じゃあさ、この右のブロックなんもないね。いや下が正解っていう。ここは左のこの場所に追っておいたらキノコが取れると、そういうことですね。そしてこのままブロックを壊して先に進めと。隠しブロックに要注意だ。今からこの言葉全国共通の話題としたいと思います。なんで皆様、今日誰かに会ったら第一声目は隠しブロックに要注意だと、一声目がそれでお願いします。そしたらきっとこう返ってくると思うんですよね。何それと。そしたらこう言ってあげてください。ピオキングの動画は見てないのと。そしたらきっとこう返ってくると思います。誰それと。お前はクッパジュニアなのは分かってんだ。いやなんか意味わかんないことばっか喋ってたけど、この辺のオーラ結構回避できてたんじゃないかな。この辺に罠要素はあんまり見受けられないんだけどね。そんで左の土管があるじゃん。ここ入ろうとしたけど入れなかったんだよね。なんでこっちの土管の方で待っておこう。そしたら回避が。ちょっと邪魔。まったくクッパはいい大人なんだからさ、ベビーシッターぐらい雇っておけってんだよ。まあでも可愛いよね。マリオが好きでこんなに来てるんでしょ。じゃあこれに乗れば絶対大丈夫だと思うよ。しつけーだよ。左右連打すれば回避できると、そういうわけじゃないですね。足くっそ。いやもう適当じゃダメだ、肌で感じよう。あいつが来ると思った瞬間に右にダッシュ。これでいいっていう感じだね。さあどっか行きやがれクッパジュリアよ。そして左のドカンと思ったけど右に行くんだね。この下はあのキノコ取ってもいいのか。取りたいと思います。何も切るな。あめっちゃビビったし。いや相当音でかいよこれで。みんなに届けることができない。この音量は小さくしておくけど、もう耳ぶっ壊れた今ので。僕さ、自分の声がでかいからゲームの音をめっちゃ大きめにして聞いてるんだよね。そしたらマジで耳ぶっ壊れたね。いやマジで音量でかすぎてござるよ。ここは鉄球でしょう。そしてこの上に行けと、そういうことです。あっ、いやまだマジや、まだ間に合うよ。僕はまだやられてない。頼む、キノコングラチュレーション。ここは真ん中にも隠しブロックがあって鉄球があったっていう感じだよね。そしてこの上に行けば先に進めると、そういうことですね。じゃあここはファイヤーフラワーがいる。いやでもそんなんなかったよね。なんか来た、なんか来た。なるほどね、なんか動く音がしたんだよね。さあボムヘイ壊してくれ。このまま下に行くと、この上怪しくない？あのさ、ジュニアの裏なんかありそうなんだよね。まあいいや、このまま一旦して行ってみようか。そしてここはスピンジャンプして、ダニアム下ろさせてくれないか。なんでオンオフができないんだ。なあ、このまま動画直せればいいな。めっちゃ回ってる、すごいね。これサムネにしようかな、まあしないと思うんですけど。そんじゃあここはドッスンの上に乗ってよかったんだね。そしてオンオフすればドッスンがやられるみたいな。なるほどね、ここは下隠しブロックありそうだね。なんで上、じゃあここ叩いていいのかな。なるほど、普通にキノコくれるんだね。そして右に中間ポイント、頼む取らせてくれ。やった。久しぶりだね、こんなに素直に中間ポイントくれるんだ。さあよしこ行きましょう。さあよしこ、よしこ、え、なに、何もできないんだけど。よ
シコ、ねえ助けてってヨシコ、マジで吹けないんだって。誰も来ないの？助けてヨシコ。ヨッシーに乗らないでこのままジャンプして。ヨッシーに乗っちゃった。助けてヨシコ。もうヨシコには乗らない。ヨシコに帰らないで僕はこのツルへと。もういいんだってそのくだりは。ほんとここ難しいんだよね。あ、ここまで降りれるのか。そして一番こっからジャンプしていこうか。ジャンプ、いやこれでいいんだね。やっといけたよ。さあここでキノコを取ってあの土管に入れという感じですね。でここピンクコインコースなんだけど、いつピンクコイン用コースみたいなんか来るんかな。こっからかな。なんかいっぱい土管があるけど、え、あ下にいるね。そしてオンオフをすればいいみたいな。そんで右上、え、なんかよくわかんないね。そして中間ポイントを取って一旦やられろっていう感じか。こっから開始っぽいね。下にいっぱいあるよ土管が。さあどこから攻めようか。左上から順々に攻めるね。左上右上左下っていう感じでいきたいと思います。複雑だな、すごい複雑。どうすればいいか全然わかんないよ。じゃあ50コイン取ってハテナを叩く。こっちは隠しブロックか。いや右上のコインが怪しいんだよね。あれ取れるんじゃないの。あ、ここ隠しブロックあるんだね。じゃあ左に行けということか。ちょっと待ってよヨシコ、頼む、少しでも息を長らえさせて。そう、そう、そうしないよヨシコ。ずっとこのままだったら僕はやられないから、運命共同体だねヨシコ。そのままどうにかしてヨシコ乗せて。ヨシコ、もう分かった、ここは右ダッシュしておく。そしてこの砲台を受けると、そしてこのまんま音符を叩いて左にダッシュ。そしたらトレゾーのスピンアタック、強烈。なかなかやるじゃないか。もうそろそろ僕はやめたくなってきた頃だよ。じゃあここは音符を叩いてスピンジャンプで受ける。そしてあのキノコを取ればいいのか。一瞬じゃ襲ってくるんだろう。僕は分かってるんだ。このまま左に行ける。ここまで来るのね。一瞬やし、落ち着け。ここはジャンプ、そしてすぐ上に逃げれば問題ない。そしてこの上開くんじゃないのか。ボム兵がいるね、見えますよ。なんだその壁、怒りたいのはこっちなんだ。もうここだけ分かって、あの魚が落ちてくるから、ここで僕は何もしない。そうしたらオートスクロールに流されて、なんかいい感じのところまで来たな。 Z って書いてるけど信用しない。なんで僕はスピンジャンプ。そしてここでハテナ、豚は邪魔するな。よし、ここでヨッシーは手に入れたけど、このヨッシーで火を吐いて、ヨッシー捨てなきゃいけないのか。じゃあねヨシコ。じゃあここは一旦右行ってみる。この50コインはいや絶対罠だね。左を失敗してみる、それが正解。なんか右に出てきたよ。来た来た来た、熱々。そしてまたなんか出てきてるよ。うわ、ファイヤーか。あのファイヤー取っていいのかな。一旦このまま下行ってってみるよ。そしてあ、無理やん。なるほど、このプロペラ取ったらいけんかったんやね。そんじゃあここは左に行ってよかったんだけど、プロペラを取るなっていうことだったんだね。なんで一旦ここで待機。そしてプロペラが右に行ったところをこの下に行く。そしてあのファイヤーは取れないと思うんですよ。ピンクコイン1枚取るだけで、なんでそんなところから出てくるプロペラ。さあ僕自身もエンジンの回転数が上がってきました。あのプロペラに負けないようにエンジンを回し続けたいと思います。それじゃあここはピンクコイン1個取ったら魚。魚よ、そんなに出てきても僕は苦痛と思わないぞ。むしろ快楽しか浴びてないね。1枚取るだけでこんなに難しいことなのか。頼む、もうそろそろだ。踏ん張れピオキング、ここさえクリアできればピンコインを回収して中間ポイントがあるんじゃないのか。この下はいや絶対合ってる。こっちで多分中間ポイントまで連れてってくれるんだよ。よしよしよし、さあさっきの場所まで戻あれ戻れんね。あれ、え、なんで一旦ここでやられろっていう感じなんかな。え、そしたらどうなるんだろう。ここで、あ、ここでキノコがもらえるっていうわけね。そしたらさっきの場所に戻れるっていう感じか。それじゃあ次は右上の扉だね。この扉に入っていきたいと思います。そしたらオートスクロール、何もしないが正解だったね。そして左上のこのハテナを叩きに行きましょう。そしたら、溶かしすぎてない、大丈夫ですか。下に行けるんですか僕。ですよね。ここのハテナ叩いてすぐ下に降りる。で溶かされる前にすぐ右に行けと、そういうことですね。そしてここのハテナはオンオフした瞬間すぐ上を失敗。それでいいんじゃ、いや床があるね。あー
どうしたクッパ、こんなに雑に扱われるクッパ見たことないよ。大丈夫ですかクッパ、なあ何なんだそれは。いや面白いもんが見れたね。こんなにひどいクッパの扱いマジで見たことない。今月1で面白いかもしんない。で、あ、こっから右に行けばいいのか。そしてハリアンダーを取って先に進めると、あ、左に行けばよかったのかな。なんか溶かすやつあるよね。じゃあ一旦チビになって、ヨッシー乗っていいのかな。ヨッシー今度は頼む。ヨッシコ信用してるよ。なんで乗れないの、頼むから乗せてって。ヨッシコここ隠しブロックないね。まだやり直しは聞くとそういうことですね。このブロッパをどうにかしなくちゃいけないんだけど、あ、ここでパフが出てくるのか。そしてこれを叩けみたいな、そしたら下に行けるみたいな感じか。あのヨッシーやっぱ手に入れなくちゃいけなかったみたいな感じなんじゃないかな。いやでもキノコ取ってって書いてるけど、どこにキノコあるんだろうね。いやでも僕思うんだけど、ここでハテナブロック叩くじゃん。そしたらね、ちょっとヨッシーが動いてるんだよね。でヨッシー取れるみたいな、やっぱそういうことだよね。キノコとかないもんだって。それじゃあヨッシーまた捨てて申し訳ないんですけど、僕は先に行きたいと思います。ここでハテナブロックを叩いて一旦左に逃げる、これが正解なんじゃないか。そうでしょう。ちょっとしびれましたけど大丈夫ですか。上のピンクコインを狙って取りたいと思います。落ち着け落ち着け、絶対に取れるはずだ。はい、よし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 。でここでヒップドロップして、なぜ何もないんだ。こっから下に行けないということは、このつららの上を登ると、そういうことだと思います。そしたら右か、いや行き過ぎようでしょ。どうしよう、土管に入る。このアテナはなんもないか。あ、土管入れんね。え、じゃあこのまま右に進めってこと、これ当たんないのかな。そしてあの緑の土管を目指していけと。エンジェルフィー、じゃあ下に行った瞬間すぐ左に逃げる。これで合ってんじゃないですか。そうなんじゃないんですか。なんで降ってこないの、なんでピン。あ、ここでタイミングよくジャンプすればあのブクブク倒せたっていうことなんかな。まあ、これでいけるでしょう。どっちだろう、上と下、上を信用します。よっしゃ、これで正解っていう感じだね。じゃあ次の場所に行きましょう。はい、それじゃあ次は左下の土管、この青の土管攻めたいと思います。一個一個が長いね。え、左下右上。いや面白い面白いじゃないか。あの矢印を読ませるためにあの罠を作ったっていうことでしょう。瞬時に読んでみせるよ。左下右上、上右左下の、はい入りました。あの矢印意味があったんでしょうか。強制天国。それじゃあここは左ダッシュしておけば罠を回避できるっていうわけだね。そしてハテナを叩いてみる。アイテムはないね。今のハテナ何だったんだろう、アイテムかな。なるほどね、ここでファイヤーが手に入れれるっていうことか。いや熱い展開になってきたね。もう僕はこのコース罠に引っかからないで進みたいと思いません。左下のブラパこの辺に行ったら、いや倒れてくれないか。じゃあ上のハテナを叩く必要がありそうだね。宣言通りだったね。罠に引っかからないで行きたいと思いませんっていう。じゃあここは叩いた瞬間すぐ左に行く。そしてこの B スイッチは叩けるのかな。はっけっ。よしよしよし、もう2分の1じゃねえかこれは。あ、これは右、勝手に倒れてくれんのか。そしてこのまま先に進んでいったら、あのキノコを取れた、そういうことですね。ヒップドロップしてちょっと左に逃げる、これが正解なんじゃないんですかね。何今の。初めて見たんだけど。いやすごいよねここ、チビ状態でガリガリを抜けることなんて誰が想像するんだって話したんだけど、ここは左にダッシュして魚を回避できるっていう感じか。そしてここはあのツタが怪しい、なんでヒップドロップしてあのツタに捕まる。無機物。しかし皆さん着々と僕ゴールまで近づいてきているんじゃないんでしょうか。じゃあここは左に逃げておいたらあの鉄球避けれるっていう感じでしょう。そしてこのまんま下に行く。そして音符を踏んで右に逃げると思いきや左に逃げる、これが正解なんじゃない。いや危ない。っていうか
か僕思ったんだけど、このガリガリの中にビッコイン1個隠されてるんだね。いや今気づいたね。これだったらもうすぐ次の土管近いんじゃないかな。さあここなんだよな。ここが上に逃げておけ。いや逃げれない逃げれない、どうしよう。なるほど、ナイス回避。この上に逃げなくちゃいけなかったのね。いやナイス回避だったね。さあここは一旦何もしない。そしてすぐに入る。いやこれで合ってんじゃない。上、よし来た。そしてこっから上の土管に行けばあの場所戻れるよね。よっしゃよっしゃ。さあ5つ目のピンクコインの場所まで行きますか。実はねこのトロールコースめちゃくちゃ長い戦いになってね、さっき歯医者に連絡したね、今日行けそうにありませんっつってここは右、そしてあのバックを避ける。そしてこの四角の枠の中にあるハテナブロックが怪しい。まあでも読みは当たってたね、ここに何かしらあるっていう読みは。じゃあこの音符下から叩くのが正解。この音符さ、上から叩いてキノコ取れんのかな。あ、取れるんだね、結構猶予あるね。じゃあここは下に行って、あのブロックの上に乗れなかったけど大丈夫っぽいね。50コインを大体罠、僕の経験がそう言ってるけど、これは行かざるを得ない。どうなる。 P スイッチ、 P スイッチを踏んだら、え、こっからどうやって行くの。なるほどね、助けてくれるんだテレサが。優しいなテレサ、たまにはいいことするじゃねえか。そしてここは上に剣くない、これ。え、ファイヤー、いや意味わかんない。なんで今ブロック壊れたんだろうね。そしてこのまま戻れるんかな。え、これで終わり。いやまだ続くっていうか、ここもしかして、いや絶対合ってる合ってる、多分こっちで合ってるんだよ。さあ進ませてくれ。もう中間ポイントの場所まで。なんで冷たいのは温度だけにして。ここでどうにかしてアイテムを取ってこなくちゃいけないみたいな感じだと思うんだけど、そのアイテムがどこにあるかなんだよね。この四角の枠も怪しいしさ。Pスイッチを持ってこいってこと、もしかして。このPスイッチを踏まないと先に進めないよね。え、こっからどうやって行くんだろう。もう一回 P スイッチ右にあるみたいな。なるほどね、この P スイッチを持っていけばいいのか。まさか2個隠してるなんて思わなかったね。さっきと違うよ、なんか P スイッチ持ってるだけでさっきと違うよ、このトサカ野郎が。ならば何もしないでおこう。そしたら下に行けるんじゃないのか。よしよしよし、これでさっきの場所で P スイッチを置けば何か変わると思うんだね。多分アイテムが出てくるんじゃないのかな、つなががあったからさ。なんでここで P スイッチを置いてみます。そうしたら右に行けるのか。そしてどっちだだこう、はてな、いやこっち。なんで危ないの。今度上にバネ持ってこいって書いてるんだよね。じゃあ P スイッチ持ってきたらいけなかったってことかな。一回 P スイッチ踏んでみていい。なるほど、ここにバネが降ってくるのね。このバネを取れっていうことか。いや今更だけどさ、ほんとすごいねこのコース。もう僕たちにはさ、とても想像できない制作力があるんだろうね。じゃあここでバネを手に入れて、この場所でバネを置いておけば多分何か変わるでしょう。先に進めるようになってるみたいな。頼むバネ、向こう、どこ行ってんのバネ。なあどこ行っちゃったの今。上に行ったよ。すごいバグ発見しました。とてつもないバグだね。あんなバグ見たことある人いるかな。じゃあここは置けないっていうことだから、いやあのレールが動き出したら置けばいいのかな。ちょっとそれでやってみる。ここで置いてみる。やっぱりね、多分止まってる状態だったらあのバグってたんだよ。なんでここでキロをこう取って、この先に抜けれるとそういうことでしょう。ここは右に行けばいいのか。いや右は行けないね。なんで左のハテナを叩いて一旦右に逃げ。ここ魚落ちてきそうだな。大丈夫か、何も落ちてこないよな。うー、それはずるい。ちょっと申し訳ないんだけど、真面目な話していいかな。このコースに相当時間がかかると思うから、一発マリオ今日やんないかもしんない。なんでこのコースの、このタイミング、なんで今日はこのコースだけで終わるかもしれません。もしかしたらめっちゃ簡単な一発マリオやるかもしれないんですけど。さあラストの土管、この赤い土管に入っていきましょう。この土管をクリアして僕は焼肉を食べていきたいと思います。やっぱ焼き魚に変更しようかな。焼き魚に変更してぶっ刺しまくって食ってやるぜ。じゃあここは叩いてすぐ左に逃げる。なんだよこれは。何を何やってんの。そこにランニングマシンでもあるんですか。これどうやってやられればいいの。パパパパー
面白い罠を仕掛けてくるじゃないか、制作者さんよ。ここは何もしないでいいと、そういうことですね。右下に砲台がすげえ動いてるけど、あれに乗ってるっていう設定でいいのかな。じゃあここはハテナを叩く。早くクリアして、僕は今日焼肉を食べに行くんだ。なんで早くクリアさせてくれ。ここは四角怪しい、何もしない。それで正解。ガゼンテンションが上がってきたね。このコースをクリアして焼肉を食べに行くという、小学生の頃テストで100点取ったらお菓子を買ってって親に言った記憶を思い出します。うわ、音符なんも出らん。え、この上、この上かな。え、違うの。多分ね、ここにクッパクラウンが出てきたじゃん。このクッパクラウンに乗ったら右のバー抜けれるみたいな。なるほど、やっぱりそういうことだね。そしてこっから右に進めばいいみたいな。ですか、これは。いくつバグを使ってるんですか、このコースター。頼むって放題話して。いつも束縛が激しいよ。たまには一人にさせてよ。ビームもなかなか当たんないな。命中率悪いんじゃないんですか、この人。早く当てんか。この上だ、この上に気をつけろ。どうやって返すればいいんだ、すぐ。よし、待って、なんかクッパクラに刺さってんだけど。追いかけてくんだって、それで頼むから。何あれ、ちょっと邪魔なんだけど。面白いね、あの見た目。それじゃあここは右に行ってパウを出せということですね。ここはヒップドロップする以外ない。そしたらどうなる。パウ様が来てるね。パウ様どこに来るの。お願い、左でいいのかな。どっち。くぅー、取れなかった。パウ様、次こそパウ様の救出に成功してみせましょう。さあパウ様、ここに来るんだ。パウ、それじゃあ次このパウ持ってみるね。多分この辺に行ったら取れると思うんだよね。よし、ここでパウを投げてブラパを倒す。もうそろそろゴール近いんじゃないんでしょうか。ここは下って書いてるね。下なんもないね。この扉しか行けないんだけど、この扉で合ってる。そしたらゴールに向かえると、そういうことなんじゃないんですかね。なんですかこれは。いや、絶対合ってるよ。ここでさっきの場所戻れるでしょ。よし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 。それじゃあラストのドアの前まで戻ってみるね。さあ戻ってまいりました。頼む、もうゴールで会ってくれ。2周目とかそういうのいらないから。どうなる。いや、これ絶対ゴールだよ。さすがに2周目はないっていう感じだね。さあこの右側開くんじゃないんでしょうか。なんか音楽鳴ってるね。ごめんね、うるさくて。ちょっと聞こうか。多分ね、あの下のトゲがあるじゃん、あれがハテナブロックに当たれば右のブロックが破壊されるみたいな感じだと思うんですよね。いや違うね、この扉に入れって。うわ、まだあるの。ヒットヒットパウ、このパウに何か当てろっていうことかな。左下、あ、なるほどね、このトゲを。いや無理じゃないですか今の。いや大丈夫大丈夫、これは違うと見せかけてこっちが正解みたいな、そういうパターンでしょ。頼むって、こっからやり直しはきついって。どうすればいいんですか。あ、左下ゴールある。じゃあどうすればいいのこれ。もう一回戻ってやり直し聞けみたいな。いや待って、相当意味が分かんない。いや多分やり直し聞くよね、絶対に聞くと思う。さっきのさ、カルの甲羅取れなかったもん。でここで右下か、右下まで行けばいいのか。いやこれそんなに難しくないんじゃないの。ほらこれ多分 A で頼むって、頼むって、もうこれは難しいって。早送りしてもらって。いや大丈夫、僕は早送りなんてしない。そういうケチなことはしない。僕は実況者たるものを早送りしたいと思います。よし、来た来た、やっと来た。ここで下に落ちれば多分やられてどうにかなると思うんですよ。また鍵取り直させてくれんのかな。え、やり直し全部これ。いやまだいいまだいい、こっからやり直しはまだ全然いいんだけど、罠が変わってる仕様が出てきた。はっ、いやさっきと違う、さっきと違う。
なるほどね。あの赤いぬかに入ればゴールに連れてってくれるんじゃないかな。いやマジで送信したいね。頼む鉄拳、ここで壊してくれて。この土管に入れば鍵が手に入ると、そういうことですね。いやうまいね。それじゃあさっきのところまで行こっか、カロンのところまで。でこれさ、ちょっと見逃してたんだけど、これキー台って書いてるね。どういう意味なんだろうね。鍵取ってきたらいけなかったみたいな、そういうことなんかな。ここを左に行けば、さっきと違うんだけど、さっきピースイッチなんて発動してないよね。え、ここで、いやチララにやられれないよね。じゃあここ右に行けないし、またあのドアに入ってやり直せってか。でもさ、救済装置あるってことは、これ何とか繰り返せばゴールできるみたいな感じなんじゃないのかな。いやそして地味にこれめっちゃきついんだよね。これ連打していけないかな。ちょっと連打してみるね。なんでここでピースイッチのブロックがなくなって、ちょっと本気で連打してみます。ちょっと待ってね、持ち方変えるわ。はい、今持ち方変えてきたんですけど、ここで AB 連打をすればいけるみたいな。今めっちゃ本気で僕連打してるからね。よっしゃさっきよりめっちゃ早かったんじゃない、ここ攻略するの。あれ、なんかクリアした音聞こえたんだけど、もしかしてクリアしてるこれ。え、どうなんだろうね。え、全く動かないんだけど画面が。クリアしてた、してた。いやまさかのだね、あんなところでクリア隠してるとか、それは分かんない。いや本当にめっちゃ鬼畜だった。何時間しただろうね、数時間やってるよこれ。いやでもね、本当にすごいクオリティだったね。バグもね結構使用してたっぽいんだけど、見たことのない罠ばかりで、すごく楽しませていただきました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、 P スイッチを押したら即終了、 P スイッチ禁止コースということで、これね人気ランキングにあったんだけど、面白そうだなと思って、今日は一発マリオはちょっとやめにしてこのコースにしたいと思います。でクリア率は 2.32% って結構高めなんですよ。まあ、さっきのコースがさめっちゃ長くなったと思うんだよね。でも一つだけだったらあれだなと思って、このコースで終わりにしたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。でこのくらいのクリア率だったらワンチャン一発で成功できるっていう可能性もあるんですよ。いやこれフラグじゃないからね、本気で思ってる。なんで一発でクリアできたら高評価もらっていいですか。で一発でクリアできなかったら高評価もらっていいですか。あのチョコ評価をいただくわけなんですけど、ぜひよかったらください。ということで次は、あ、もう中間ポイントくれるんだね。っていうことはきっとここまでがオープニングだよ。こっからが難しくなるんじゃないかな。でもこんくらいの難易度だったらまだまだ僕を苦しませることはできないようですね。結構隙間があるよね、 P スイッチと P スイッチの。なんでうわ下難しそうだね。なるほど、こういう感じか。タイミングよくいくよ。はい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 、なるほどね、ここから本領発揮というわけですか。次は本気で行かせてもらいますよ。はい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 、よし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 。何やってんの、完全に油断してたね。今の穴のところちょうどいいところに設置してるもんな。じゃあここは鍵を取って戻るのもちょっと難しそうだね。いやここ走ればいけるみたいな。なるほどね、この行き方だったら簡単だね。みんな真似してください。そろそろチェックポイントにある頃なんじゃないかなって思うんですけどね。じゃあここはバネに乗って上の土管に入れと、そういうことですね。これゴールかな、今の演出ゴールっぽくない。第2チェックポイント、そしてゴールや。最後はピースイッチ踏んでいって書いてたもんね。はいはい、さあ焼き肉食いに行こう。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。